江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、結構国内の話題なんですけれども、こちら金欠だった韓国射撃連盟、パリ五輪代表選手に報奨金与えず職員には数千万の成果給を与えていた。はい、それではですね、記事の方行ってみましょう。ぐーちゃんお願いします。五輪射撃金メダリスト出身で国民の力の青年最高委員であるチン・ジョンオ議員は9日、大慶射撃連盟が選手に支給すべき報奨金を支給せず、協会の職員に数千万ウォンの成果給を与えたと問題提起した。チン議員はこの日、国会で体育会の不正に関する国民通報センターの仲介発表記者会見を開き、協会の不正や賄賂授受、性暴力、八百長など70件以上の体育会の不正通報を受け取ったと明らかにした。チン議員は大慶射撃連盟の新任会長選任過程で十分な検証が行われず、その結果選手の報奨金未払いなどの問題が発生したとし、事務局長及び事務局内部で不正腐敗に関連する多くの通報が寄せられたと述べた。まず前任のシン・ミョンジュ連盟会長が医師たちの集団退職による医療対乱で自ら経営する病院が業績悪化し、職員賃金未払いの問題で先月突然辞任した際、就任当時にシン前会長が約束したスポンサー資金が未納となり、それによりパリオリンピックに参加する選手らに支払われるべき約3億8000万ウォンの報奨金が未払いの状態だと陳議員は説明した。そして連盟は選手の報奨金が未払いの状況にもかかわらず、事務局の職員に数千万ウォンの成果給を手続きや承認なしで支給したり、前任事務局長のセルフ昇進や採用不正の疑惑も通報されたと陳議員は述べた。陳議員は大慶射撃連盟以外にも地域単位の体育会でのテコンドー種目の八百長疑惑や、カナダ大慶体育会の前会長による公金横領、中学生レスリング選手が保護者の同意なく陸上大会に派遣された事例など通報された事案を紹介した。陳議員は体育会の長年にわたる慣行と腐敗は恥ずかしい我が社会の縮図だとし、常識と正義に基づいた大慶民国体育を再建するために必ず明らかにすべき問題だと指摘した。また体育会の不正と腐敗を根絶し、今回の機会を通じて体育会が新たに生まれ変わるよう最後まで責任を持って対応すると付け加えた。はい、というね話題でした。それではですね、こちらに対して警告の反応いってみましょう。はい、それではですね、1人目、超未練文化体育観光部第2次官もそうだが、選手出身者がもっと政治や行政の分野に進出すれば変化や改善が進むはずだ。103.6、重量挙げの金メダリスト、今がチャンスだからとメディアプレイをするのではなく、法案を作って提出してください。それが国会議員の仕事です。31.8、選手のために存在するのが協会のはずなのに、協会が選手から搾取していることを最近知った。全員がそうではないだろうが、寄付金がゼロのバドミントン協会と射撃協会には問題がありそうだ。18.1、今回こそ全ての体育協会をひっくり返すべきだ。根こそぎ取り除こう。11.1、透明な協会を探す方が早そうだ。アーチェリー協会以外は。3.1、バカげた観光根こそぎ排除してほしい。10、体育会の不正を根絶し健全な体育会を作ってください。知っている者同士で悪事を働くような汚い姿を見たくない。10、学歴や人脈、コネ、裏金にまみれた体育会を正すためには真の体育人の政治行政への進出が解決策だ。10、超ミランはサッカー協会を調査していると言っていたが、なぜそんなに時間がかかっているのか。バドミントンは手軽に扱えてもサッカー協会には問題が多すぎるからか。文体部は何をしているんだ。88、射撃連盟の会長を推薦し選んだのはお前たちの親日派じゃないか。22、すでに言っただろう、バドミントン協会は氷山の一角だ。なぜ静かに終わらせようとしているのか不思議だが、警告人の鍋根性、熱しやすく冷めやすい性格が問題だ。全て問題がある。これが何日続くか。3日で静かになるだろう。ユン・ソクヨル大統領は何をしているのか理解できない。選手たちが金メダルを取ったのは一人の力ではない、協会の職員たちのおかげだ。選手はメダルで年金をもらえるが、協会の職員はそういうのがないから、成果給くらいはいいじゃないか。協会の職員一同、警告人は集めるとすぐ腐敗する。
もし大系体育会の全ての協会が正規だったら、とっくにオリンピック1位の国になっていたはずだ。人は金の前では詐欺を働く、人間よりも犬の方がマシだ、はい、というね、意見でした。それではですね、こちらに対してチャットの反応を見ていきたいと思います。はい、じゃあ上の方からいきますかね。無課金おじさん、無課金おじさんありえんわ、ダサい銃だな、ほんと台無しだよ、かっこ笑い。子育てママだし500万円でもあれば助かるだろうに。無課金おじさんキョルンだから成果級なんていらんいらん、わら。射撃協会文句言ったら DMZ の最前線に送り込むにだ。選手より役員の方が大事なのか。まあいつものは警告らしいポッケないないだな。ああ、これでまた選手が腐っちゃうな。そしてメダル取れる競技がまた一つなくなっていくんだね、わら。根絶ねえ、できるんか。警告は新たに生まれ変われとローマ法王があれほど言ったのに、選手に運営やらせると変になるだろ。ところが権力持つと元選手にもむちゃくちゃやるのが警告なんだわ、わら。根こそぎやったら最高生でまたまるっと不正狙いのが勢揃いになるまででほ。選手が政治家になっても政治に染まるまでかでほ。で、この写真は必要か、いらんやろ、何撮ってんだよ。この、 あの写真はあくまでイメージですから。はい、協会が助けになるどころか足引っ張ってるじゃん。キムヨナの後継者19後輩に手を出して3年資格停止されとるからな。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。